寒い東大門に来ました。キュンダイのこのデパートメントストアの中の地下街に、いろいろね飲食できるところがあって、そこでちょっと今日はご飯を食べていきたいと思います。はい、なんかねこの間、YouTube のショート上げてたら、ナッコプセっていう食べ物の美味しいとこ知りませんかって言われて、知らなかったの初めて聞いたから、あ、ナッコプセっていう食べ物があるんだなってその時初めて知って、それをね、食べに来ようかなと思って今日は来てます。はい、じゃあナッコプセがある、ね、ところをね、探して、行ってみたいと思います。まあね、探したっていうかね、結構韓国の友達がいて、まあ、そちらの人にちょっと聞いてね、いいとこあるよっていうことなんで連れてってもらいます。ヒュンダイのところじゃなくてね、一回それ外出て裏側だった、裏側にこのヒュンダイシティアウトレットってのがあるんで、これの地下だ。だから建物違いますね、すみません。裏ですね。今のヒュンダイのストア、リュータの隣のデパートの、後ろです。後ろにありますんで、こっちの方かな、入り口は。あ、いいですね、イルミネーションが綺麗。ここヒュンダイアウトレットね。これね、別にあそこにも入り口あるけど、別にあるんですよ。ここに入り口あるから、ここが地下の飲食街の入り口。これヒュンダイシティアウトレットって言って、あれここ入れないじゃん。あ、なんで寒いからか、ここの下がねこうなってるんですよ。地図になっていろんな店があるから、こんなのねどれからと思うんだけど、あっから入れないんだ。じゃあ普通にあそこのヒュンダイアウトレットの普通に入り口から入ります。ここ B2 だ、 B2、 ここにフードコートって書いてある B2 だね、多分。ここ行ってみます。ノーマクチがこれ、フードコートこんな感じだった。ここだ、こんな店。これがナッコプセ、噂の。嬉しいな。あ、どこでも大丈夫。ではこれ板を落とし、これを3分の1残してスープをですか、入れるやつで、うどんとか、あ、うどんとかラーメン、春雨、そしてホルモン追加、とあと牛肉追加、またはタコですね。ナッチの追加とか、これと、はい、もやしを半分入れて、海苔を入れて、ここはそういう仕組みです。確かにちょっと辛いですね。四歩なくしね、行ってきました。ナッコプセね、初めて食べたんですけど、あれいろいろ野菜とか混ぜてで入れて、タコね、めっちゃ美味しかった。あれなんかね、プサンの食べ物らしくて、プサンがそれはまあソウルに来たみたいな感じで出てるらしいんで、だからあんまりその同じ店がないらしいんですよね。
なのでナッコプセはそんなになんかそのメジャーなんだけど、ソウルではそんなになんていうかいっぱいお店がないみたいな、まあ多分そんな感じだと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。であれご飯に混ぜて、あの店があのご飯に混ぜたら美味しいですよっておすすめしたんで、あのご飯に混ぜたんですけど、別に普通にあのナッコプセだけを食べて、でお酒を飲んだりとか、まあそういう風にもできるし、なんかそのタコの代わりになんか牛が入るタイプとかいろいろね種類があったんで、まあ、結構楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい、全然めちゃくちゃ美味しかったです。しかもあそこね空いてるんですよね、現代アウトレットのところで。結構ね意外と日本人とかなんか知らない人が多いらしくて、中にね結構いろんな店があってね結構楽しめるんで、ぜひねこちらの、現代アウトレットもそうなんですけど、四方なくちね、行ってみていただければと思います。